野を曲がったところだよ。うんうん、そうだったね。えへへ、私が転んだお話。日和お姉ちゃん、よく転んじゃうから。そんなことないよ。お兄ちゃんは何？また私なの？お兄ちゃん。そんな。ひよりお姉ちゃん、落ち着いて。覚えてないよ。あ、お兄ちゃん。走って行っちゃったね。転ばないといいけど。うん。お兄ちゃん、お風呂沸いたよ。残ってるから。お兄ちゃん。うん、おはよう。ちょうどよかったよ。ご飯できたところだよ。うん。あ、お兄ちゃん、今で待っててね。お待たせ。あ、もうちょっと待っててね。あ、お兄ちゃん、行こう。お姉ちゃん、おはよう。走ってきたの。ちょっとだけ遅かったね。
を整えてからだね。待ちなさいよ。一緒のクラスよ。
少しなら。やってね。うん。きよかちゃん。さ、行きましょう、ひより。兄ちゃん、ううん、でもさっき清香さんに、うん、もちもち、もちもち、そんなこと。帰りに商店街に寄っていいかな。夜ご飯の買い物なんだよ。ねえお兄ちゃん、今日は何か食べたいのってある？いいね。でもお兄ちゃんご飯にかけるでしょ。もうそればっかり食べるんだから。栄養とかも考えなくっちゃ。材料だよ。それじゃあお兄ちゃん、行こう。わあ、にぎわってるね。どうしたの、お兄ちゃん。うん。うん、そんなことないよ。一つしか作らないの。あ、
兄ちゃん、おはよう。そうだね。あ、今からお昼ご飯の用意するね。ご飯だよ、お兄ちゃん。はい、お兄ちゃん。お兄ちゃん、今日はどこか行くの？本当？私はお家にいるよ。うん。そうかな。私も思い出したよ。お父さんにげんこつ。